周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここ郵便局の建物、黒いビルの上階にあります。沖電機工業株式会社を今から33年ほど前に不当解雇されて以来、毎日30何年間か八王子工場の門の前で毎日戦いを続けております、田中哲郎と申します。毎月大体第3金曜日にここ本店に対します抗議乗船行動多くなってますけども、まあ、今週は第4金曜日ですね。この真っ黒いビル、まさにブラック企業という名にふさわしく、もうここに本店になって何年も経つんですけど、いまだに看板を出していない。沖電機と名乗ることが恥ずかしくてしょうがないというふうな風情の、まあ、企業、ブラック企業を体現していると言っていいのではないかというふうに思います。この沖電機の中ではもう40年近くも人権侵害が続き、一方では談合、贈賄といった違法行為も繰り返してまいりました。それらの事実は裁判所で認められているにもかかわらず、反省しないという状況がついているわけです。ただ私の人生のもう大半を費やしてこの戦いに臨んでおりますのは、単にこの沖電機だけの問題でない、今の日本の企業の中での人権侵害というものは、私は決して社会の中で軽視してはならない問題だというふうに思っております。それを皆さんに訴え続けているわけです。残念ながら多くの人では自分には関係ない、そう思っている。まあ情けない話だと思いますけども、もともと日本人というのは社会問題に関心を持たないということがありますけども、自分に関係ない、そう思い込んで、本当は自分に大きな影響があるにもかかわらず、自分の家族にも自分の子供たちにも影響があるにもかかわらず、そのことに関心を持たない、本当に目先のことで損とか得とかいうことが起きない限り自分には関係ないんだ、まあ言ってはなんですけど愚かな国民と言わざるを得ないんだろう、そういうふうに思います。近頃のニュースで言いますと、 JR の北海道で線路の寸法を測る、それのデータの改ざんが行われていた。この JR も人権侵害を続けてきた企業の一つであります。国鉄の民営化の際に国労に対する労働組合に対する不当な弾圧が行われて、本来やってはいけない差別やいじめというものが、いわば国家権力によって行われた、そういう状況があったわけです。沖電機ではなく、だけではなく、多くの企業の中で人権侵害が行われ、この人権侵害を行う体質というものは、単にそこで差別やいじめを受けている人たちが被害を受けるだけではなくて、そういう体質によって、そういう企業というものは社会に対して害悪を行う。正義を行わないということは、結局は社会に対しての責任を持っていないということですよ。だからデータの改ざんを行う。東京電力に関しても、もともとここでも思想信条を理由とした差別が働く人たちに行われ、その事実は裁判所からも改めるように命令が出されていたような現実があるわけです。そういう企業だからこそ本当のことを言わない、ああいう事故を起こしてしまう。結局はそういった企業の人権侵害の体質というものは、一般の国民に大きな悪い影響を与えるわけですよ。そして残念ながら、そういった企業の金儲け体質というものを、今の日本の国家権力というものは擁護するような立場を取って、政治家たちも官僚たちも結局は自分の天下り先、当面の利益を自分そこからもらえるやつもいるんでしょう。そういうために企業にとって不都合なことには目をつぶるような体質がある。
警察でさえも株主総会のたびに総会屋がいるなどという現実とは全然かけ離れたことを理由に、多くの企業の株主総会に東京都だけで毎年3000人警察官が動員されていると言われています。総会屋なんてのは今日本にはもう絶滅していないですよ。何のために警察が株主総会に出るかといえば、結局自分たちの天下り先、ビール券とか何とかもらえるそうですね。そういうことのために企業に都合の良い姿勢をとって、市民株主が企業の不正を追及するとそれに対して睨みを利かせる。裁判所でさえもこういった企業の不正行為というのはなかなか目を向けない。よほどひどい場合でないと一般市民が企業を訴えても企業の味方をするようなことが続いているわけです。こういった金儲けをする権力、企業と政治家と官僚、さらには警察や裁判所までが結託した状況というものが金儲け優先主義の今の日本の社会を作っている。東京電力というのは原発事故を起こしたり、 JR のようなデータ改ざんによって結局は大きな事故が起きたり、さらに例を挙げるならば日本航空も人権侵害を行っていました。沈まぬ太陽という小説、映画にもされましたけども、そういう中でも紹介されていたような不当な行為が、そういうところが大事故を起こすわけですよ。結局はそういった直接的な被害を一般の国民が受けるだけではなく、私が最も指摘しておりますのはモラルの低下です。社会的なモラルが低下しきっている今、金儲けするやつが勝ちなんだ、権力握ったやつが得なんだ、そのために今の若者たちが若者らしい夢を持ってこの社会をいい社会にしていこう、この国を立派な国にしていこう、そういう気概を持った人たちがどんだけいるか。今でも学校の中でいじめを苦にして自殺行われています。いじめを解決するにはどうすればいいか。親たちが自分の職場の中でいじめを当たり前のようにやっていて、国家権力がそれを認めるようなことをやっていて、いじめを子どもたちからなくすことができるわけがない。繰り返し言いますけれども、私が指摘しております企業の中の人権侵害の問題、自分には関係ない話だ、そう思い込んでる人はいるけど、そうじゃないということを私は繰り返し言ってるわけですよ。この人権侵害の体質というものが直接的間接的に我々の社会を住みづらいものにしている、不幸な人たちを数多く作り出している、それに気がついてほしい。残念ながらマスコミも結局はそういった企業の側にくっついて、企業の中でのさまざまな問題を指摘してもそれを書こうとしない。昔からそういう説というのは企業、マスコミにあるわけです。権力の側にすり寄って、本当に国民に知らせなければいけない重要なことを知らせなくて、どうでもいいようなことばっかし喋ったり肩書いたりしている。情けない話だと思いますけれども、私としてはもう戦いを続けて30もうすぐ3年になります。しかし私なりに、おかげでも非常に有意義なスリリングな人生を送ることができたと思っています。あと何年生きるか分かりませんけれども、まだまだ体力精神力あるようなので、命のある限り戦いを続けていこうというふうに思います。歴史の壁に
しょ。